は韓国語で超ナチンなんですけど、これはちょっとキザな感じの表現というか、ドラマとか漫画とかによく出てくるようなセリフで、朝起きた時はよく眠れたっていう意味でチャイチャッソっていう風に聞きます。チャイチャッソ、チャギヌンとか、チャギっていうのは、ダーリンみたいな意味であるんですけど、男女共通で使える言葉なんですけど、あなたはっていうような感じで、よく眠れたよあなたはっていう風にやっぱ聞き返してあげる。チャイチャッソ、チャイチャッソ、너는チャギヌンっていう風に聞き返してあげる。で、じゃあそろそろ起きよっか、お布団から起き上がろうかっていうような時は、いじいらないかっていう風に言って起きます。で、朝ごはん食べる時、いただきますっていうじゃないですか。いただきますは、잘 먹겠습니다とか、いただきます自体をあんまり韓国って言わないんですよ。なので、ご飯作ってあげて出してきたら、美味しく食べるねっていう意味で、잘 먹을게っていう風にちょっと簡単にいただきますっていう風に丁寧には言わなくて、うわーましけった잘 먹을게とか、敬語だったら잘 먹을게요っていう風によをつけてあげて言うのが一般的ですね。잘 먹을게って言われたら、だけでももちろんいいんですけど、ましけもごとか、美味しく食べてねとか、いっぱい食べてねっていう意味で、まにもごとかっていう風に言ってあげると、女性らしいというか包容力があるような表現になるので、まにもご、ましけもごっていう風に言ってあげます。あとは、私が作ってあげた場合でも、相手があなたもいっぱい食べてねみたいな感じで言うこともあるので、日本だとね、どうしてもなんか作ってもらってるっていうことで、いっぱい食べなみたいに言うことはなかなかないので、ちょっと慣れない表現かもしれないんですけど、彼の方からいっぱい食べてねっていう感じで、喉も兄もご、君もいっぱい食べてねっていう風に言ってくる場合もあるので、そういうのも全然ありです。で、外に出る時、行ってきますっていうのは다녀올게、敬語だと다녀올게요っていう風にできます。で、行ってらっしゃい、送り出す方は잘 다녀와요とはあんまり言わなくて、普通に다녀와요だけとかの方が多いかなと思うんですけど、ね、다녀오세요、敬語だったらはい、行ってきてくださいねって感じで、ね、다녀오세요とか、조심히 갔다わとか、조심히 다녀와、気をつけて行ってきてねとかっていう風に言うことが多いですね。で、行って帰ってきたら、彼の方からね、다녀왔어、行ってきたよっていう風に、あとは나왔어、내가 돌아왔다 나왔어요っていう感じで、着いたよ、今来たよっていう感じで言ってくると思うんですけど、そしたら잘 다녀왔어요とかって聞いてあげたり、よく行ってきましたか、直訳するとね、よく行ってきましたかみたいになっちゃうんですけど、予防だって、いつの間にか夫婦間の会話になっちゃいましたけど、よく行ってきましたかっていう感じで、잘 다녀왔어요、잘 다녀왔어っていう感じで聞き返してあげたりとか。で、あと眠る時は、タメ語だと잘 자、敬語だと잘 자よ、で、もっと敬語だと안녕히 주무세요っていう言葉があるんですけど、안녕히の発音が多分最初ちょっと難しいと思うので、안녕히 주무세요、잘 자よって言って電気を消して。